こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。今回ですが、フィンランドをプレイします。皆さんは、同君開国の属国とかいう立場の国をご存知ですか？私は今回初めて、そんな状態になる国が存在すると知りました。まあこのフィンランドのことなんですけどね。私はこの度、この偉大なる国をプレイする機会をいただいたのですが、ぶっちゃけ、もう二度とやりたくないです。とりあえず、始めていきますか。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ということで、今回はフィンランドの実績、クロッシングザフィニッシュラインに挑戦するわよ。フィンランドって EU4 じゃあんまり見かけない気がするんだが、1444年時点では国自体ないよな。そうよ。だからこの国には国家解放で乗り移ることになるわね。その辺のことは達成条件にも含まれてるわ。スウェーデンでゲームを開始すること。1444年中にフィンランドを解放し、乗り移ること。首都をニーランドに置いたまま、陸路でケープまで接続すること、か。ちなみにニーランドっていうのは、解放時に首都になってるここのことね。今のヘルシンキの位置よ。ケープはアフリカの端っこのここでいいんだよな。そうよ、そこがゴールね。これ、海峡とかは通っていいのか？オスマンやマムルークを避けて、マンデブ海峡やホルムズ海峡を通ることもあるだろ？それなんだけどね。確認してみたら海峡は陸路扱いで OK みたいよ。お、それなら安心だな。じゃあやることもわかったところで、早速始めていきますか。独立周りがよくわかってないけど、まあ後でいいか。ということで早速ゲーム開始。まずはスウェーデンに入るんだよな。で、ゲームが始まったら、フィンランド解放までにいろいろ準備をしておくわよ。一応、フィンランドに乗り移るまで、1ヶ月ちょっと猶予があるんだよな。その間にフィンランドプレイが有利になるようにしておく必要があるわ。具体的には宗主国様が独立しやすいように、独立支援をお願いしておく作業ね。で、このスウェーデン、ミッションで独立支援を得られるみたいなので、それを利用して、イングランド、ポーランド、ブルゴーニャの3カ国の支援と、このミッション発動用に結んだリトアニアの4カ国の支援を得たわ。ただ、4カ国もいるとスウェーデン独立後に、フィンランドがスウェーデンから独立するのが難しくなるから、イングランドの支援はお断りして、ついでに結び直しがないように侮辱も入れておいたわ。そういえば2回独立しなきゃいけないのか。まあ状況としてはこんな感じの入れ子状態になってるからね。これスウェーデンが独立する前に独立戦争を仕掛けた場合はどうなるんだ？その場合はデンマークとスウェーデン、それからデンマークの同盟国が敵に回るわね。結構厳しいな。しかもこの状態だと独立支援をしてくれるのは、デンマークとスウェーデン、双方と敵対的な国だけなのよね。まあ具体的に言うと、ノブゴロドを倒したモスクワくらいしかいないわ。さすがに1カ国の支援だけでこの2カ国とその同盟国を倒すのは厳しそうだな。そんなわけだからスウェーデンには早めに独立してほしいんだけど、スウェーデンが有利な状況を作りすぎると、今度はフィンランドでの独立が難しくなるのか。そうなのよ。かといって独立支援先が少ないと AI スウェーデンが独立してくれないから、いい感じのバランスを取る必要があるのよね。これ、むちゃくちゃ難しくない？難しいわね。このゲームでもトップクラスで独立の難しい国じゃないかしら。そもそも同軍開国の属国なんて立場の国でやろうとか、普通は思わないからな。ムーミンも真っ青の難易度よ。彼は元から真っ青だな。それで外交周りの準備ができたら、今度は国家解放なんだけど、スウェーデンにはフィンランド以外に、サーミのコアも埋まっているので、このサーミにフィンランドコア以外の州を渡して、スウェーデンを弱体化しておくわ。こんなに渡して大丈夫なのか？あんまり激すぎると AI スウェーデンが動いてくれなくなったりしない？2カ国くらい独立支援をもらっておけば多分仕掛けてくれるはずよ。まあ仕掛けてくれなくても、1、2州くらいしか残ってないスウェーデンなら、サーミと組んで独立できる可能性もあるから、やっといて損はないわ。ってことでサーミがこっち側についてくれるように独立欲求を上げておきまして。ついでにスウェーデン陸海軍も買いたい。無駄に借金も作っておきまして。1444年12月16日、フィンランドを解放、乗り移ったわ。ここからムーミン谷の戦いが始まるわけだな。で、19年経過。ここで唐突にスウェーデンが独立戦争を始めたわ。なんか知らない間にデンマーク領がでかくなってるな。ノブゴロド方面に少し拡張したくらいね。まあ問題なく勝てそうだな。でも政界権が取れないから長引きそうね。独立支援してくれてるのがポーランドとモスクワだからな。これは仕方ないな。
それから2年ほど経過、6系程度の部隊しか持ってないので、ぼーっと経過を眺めてたんだけど、しれっと状況が変わったわ。オスマン、だと。って言っても軍量的には勝てそうだな。でも AI が勝てる見込みもないのに介入してくるとも思えないのよねー。それも確かにそうだな。どうなるんだ、この戦争。それでこれ、しばらく経過を見守ってたんだけど、3年ほど経過したところでこういう状況が出来上がりましてね。お、スウェーデンが孤立してる。ということで、独立戦争を行かせてもらいました。若干負けてるか。相手は独立戦争中だし、傭兵でなんとかできるレベルだから問題ないわ。というわけで無事ストックホルムの占領に成功、独立を果たしたわ。完全に運が良かっただけだよな、これ。まあ、そうね。もう一度やれって言われてもできる気がしないわね。まあ、せっかくもらったチャンスなんだから生かしていくか。独立後、すぐにポーランド、ブランデンブルク、イングランド、そしてフランスと同盟を結んだわ。なんでこんなに大国と同盟できるんだ？この国。なぜだか知らないけどみんな優しいのよね。で、1481年、同盟国が参戦してくれるようになったので、さあ2戦開始。小国同士の小競り合いがやたらでかい戦争になってるな。イングランドが向こうについたおかげでこんな面倒なことになってるのよ。まあでも軍量的には問題なく勝てそうだな。この戦争は開戦で多少手こずったものの、サーミ領を無事全土占領、同盟参戦して2人側併合して、サーミからは12州割譲させたわ。これでスウェーデンの主要州は回収できたかな。ちなみにイングランドとはこの後すぐに同盟を再締結。そしてそのイングランドと、ついでにポーランドも呼んで、1491年、デンマーク戦開始。シェラン島を含む8州を割譲させたわ。同盟国が強いからやりたい放題だな。そして停戦明けのサーミに再度宣戦布告して、1503年、サーミを完全併合。さらにこれまた停戦明けのデンマークに仕掛けて、ノルウェー領を含む11州を獲得。それから1526年、もう一度仕掛けて、スカンディナビア半島全土とアイスランド方面の州を取得したわ。これで北欧方面はだいぶ落ち着いたから、そろそろなんかを考えてもいい頃か。そうね、あんまり放っておくと手をつけられなくなるから、そろそろモスクワを叩いて、南へのルート確保を考える頃かもね。といったところで、今回はこれにて終了です。そういえば忘れておりましたが、ここまででアイデアはこんな感じで取っております。外交、軍用、宗教ですね。それにしてもフィンランド、なかなか初動の厳しい国でした。なんだかんだでリセマラ20時間近くかかってたりします。まあ攻略法さえわかればここまで時間はかからないと思いますが、初動のきついのはもう勘弁してほしいですね。何時間もプレイして全く進展がないと虚しくなってくるので。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。